以後十訳は、以後の心構えを解いた、中国古ニシより伝わる十の格言。東代の名称王赤心の作と伝えられるが、北宋時代の作とする説もある。宋大の爪五集元元囲五教の序の部に、王赤心作として収められ、その後の多くの記書にも収録された。南東の高官から、北宋の大祖に仕えて、五の相手を務めた、藩誠治が、 大祖に献上した書物、季節の中で、重要として記した語の原理が、以後十訳であるとも言われる。五協十三編や、五法四編などと並んで、古典的な囲語論の代表的なものの一つとなっている。本因坊修作は十訳の書を、石ヶ谷博史作に残し、これが後に内語集、叩き玉あまりの冒頭に掲げられた。 不得丼勝ち入り会を観光かれ帰り見和が捨て後、総選者賞を治む大、愛機種ステル新持ち系速度を、手相をかれ強、よ、自保税小鳥は一の、不得丼勝ちを日本で、貪れば、勝ちを得ずと訳して、丼不得勝ちと語気する場合がある。また後世にはこれに習って、新意後十分けなども主事考案されている。ありがとうございます。